日本神奈川県に横浜市港南区。港南台港南台は横浜市港南区の町名。現行行政地名は港南台1丁目から港南台9丁目。住居表示実施済み区域。面積は3.119平方キロメートル。郵便番号は234-0054。1960年代から開発された、いわゆるニュータウンである。 東に隣接する磯国用光台よりやや遅れて、開発が進められた。根岸線江南台駅を中心とし、南に隣接する栄区域には、園宮山に連なる給料が残る。商業地としての年間商品販売額は2002年の調査で約414億円で、横浜市内97地域中8位、江南区内では、上大岡に次いで2位となっている。 一戸建てと UR 都市機構を中心とした賃貸、分譲団地が混在している。1981年に住居表示を施行した際に、通称名として使用されていた江南台が採用された。団地には鳥の名前が付けられており、分譲はひばり団地やひよどり団地など山鳥の名前、賃貸はかもめ団地や千鳥団地など海鳥の名前で統一されている。 駅前のショッピングセンター、高南台、バーズの名称もこのことにちなんでいる。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば高南台4の14の5の地点で27万円平方メートルとなっている。高南区内で最も地価が高い。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる JR 港南大駅と大栄港南大店、JR 根岸線港南大駅利用が中心だが、路線バスで20分前後の京急本線、上大岡駅も利用されている。上大岡駅へ横浜市営バス、神奈中バスが比較的本数多く運行されているほか、横浜市営バスが、洋光台駅、上長谷駅、 野場団地方面、神ん中バスが、坂区の上里や桂台などの住宅地へ運行している。高南台駅からは、京都、大阪への夜行高速バスや羽田空港への直行バスも発着している。詳細は、高南台駅路線バス3照。小学校は、横浜市立高南台第1第3小学校と、小坪小学校の4校、中学校は、 横浜市立高南大第一中学校と日野南中学校の2校。他に神奈川県立高南大高等学校、横浜市立高南大日野特別支援学校、横浜女子短期大学が置かれている。駅の東側に災害医療拠点病院である最生会横浜市南部病院が置かれている。駅前には相鉄ゼンイオンなどの大型店と、 港南大バーズにテナントや映画館のシネサロンがある。環状3号線や舞岡上外線沿道にはロードサイド型店舗が並ぶ。また過去には高島屋が港南大駅のそばにあった。ありがとうございます。